フランスで販売されていたゴロワーズカポラル。現在はゴロワーズブルーンにリニューアルされている。スペインで販売されているゴロワーズ。ブロンドスフィルターオランダで2007年頃に販売されたゴロワーズ。ブロンドスライツの限定パッケージゴロワーズはアルタディス社が製造するタバコの銘柄。1910年にフランスで登場した銘柄でジタンと並び、フランスでは 現在もポピュラーなブランドである。ゴロアーズという語は直訳で、ゴール人の女を意味する。ゴールとは、現在のフランスにあたる地方の米。形容詞でもあり、その場合は、陽気な、高色な、明けっぴろげなという意味になる。パッケージには、翼のついた兜のイラストがあしらわれている。この兜は古代ガリア人の騎士たちが用いた防具で、フランスの伝統的な兜である。 このデザインになったのは1936年でマルセル・ジャクノというグラフィックデザイナーの手によるもの。以来ゴロワーズはこの基本デザインを守り続けている。ブルーンと表記されているパッケージはタバコ場を体積発酵させた黒煙層と呼ばれるタイプである。黒煙層特有の強い香りがあり、これがゴロワーズの最大の特徴となっている。 ブロンドスと表記されているパッケージは一般的なアメリカンブレンドであるが、オリエントバが比較的多めに使用されている。そのためこちらもブルーンほどではないにせよ、やはり特徴的な香りを持つ。2018年9月7日現在の日本で販売されている商品はポーランドに製造移管されている。ゴロワーズカラーのシトロエンクサラ WRC リジェ、JS43。 ありがとうございます。